ャンネルへようこそ。高橋明です。今日はお料理をしながらお話をしていきたいと思います。それではスタートです。もう最近次男のシー君のイヤイヤ期がやばい。でもこれから料理するね。シー君とジュンジュンさ、めっちゃチャーハン食べるじゃん。チャーハンを作っていきたいと思います。もう最近シーシーのイヤイヤ期が始まってから、お野菜口にしてはべー、お肉口にしてはべー、もう本当にひどい日は白米と味噌汁のスープのみって日もあったんですが、そんな日を忘れるかのように爆食いしてくれたのがこのチャーハンだったんですよ。で、でも本当に普通のチャーハンなんですけど、余り物を入れてしまいましょうみたいな、これといった何をっていうチャーハンじゃないんですが、この中華スープの素なんかを使いながら作っていきます。次男と長男、3歳差っていう風になるんですけども、遊ぶことが違いすぎて一緒に遊んでくれるっていうのはほとんどないですね。そう、もう家にある余ってる食材を全部入れるっていうチャーハンですね。余ってる食材を全部入れつつも栄養をたくさん取ってほしいというものを願い込め、まあね、アンペの日の今日土曜日なんですが、料理する時は次男シーシーはお母さんと一緒を見て、長男ジュンはアマゾンタブレットでオセロをしております。ルアナちゃんは寝にしてますね。チャーハンなんで全部みじん切りにしてきます。なんかちょっとやっぱり私引っ越しがめっちゃ多くて、いろんなキッチン経験するんですけど、皆さんはどんなキッチンが好きですか？きっとなんか戸建て作ってますとか、こう注文住宅建ててますっていう人とかすごいこだわりがあって作ってはいると思うんですけど、私いろんなタイプの今キッチンを経験してるんですね。で、今のキッチンがキッチン内の、ま、真横にテーブルがつながるタイプの、これ結構お気に入りです。このキッチン何があって、物件を決めるときに、まあ、立地だったりとか、パパの通勤で子供の縁とかが変わる変わらない、そういう問題とか結構重視になって、うちの場合ペットもいるのでペットとかがマストになってきたりとかもするので、こうキッチンってこだわりにこだわれない部分があると思うんですね。特にやっぱ賃貸だと、ちょっとママもご飯の準備してるよ今。ちょっと待ってて、みんなのご飯の準備、お昼ご飯の準備してます。少し待ってて。やっぱり一人でワンオペでやってるとこで遊んでっていう時にちょっと待っててねっていうのは、なんかちょっと心がまあキュンとはなるんですが、でもご飯をね作らなければみんなの力にならないので。でもママもご飯の準備してるよ。後で一緒にやる。ちょっと待ってて、ママご飯の準備してるって。少々お待ちください。戻ってきました。もうね、土日のこの遊ばしてるだけだったら全然楽なんですよ、子育てって。この家事したり、子供のご飯作ったり、自分のご飯ですけどね、するのはやっぱ大変ですよね。楽しいことだけしてるのはすごい楽なんですよ。でもそれだけじゃね、生活はできないので、時々ママがお怒りモードになりそうになりながらも、そのキッチンの話でしたね。キッチンは使いやすいです。ただやっぱりこの子供がいる家ってキッチンにベビーゲートつけたくないですか？私前の家はこうつけてたんですけど、それってカウンターキッチンとかだから、こう壁と壁に突っ張りつけてってできるですよね。でも今のところで、その突っ張る場所がどこにもないから、キッチンに子供が入ってきちゃうっていうのは結構一つだけこの大変ポイントではありますね。だから絶対このコンロを使って掃除最後使い終わった後にはちゃんとチャイルドロックをかけるようにしたりとか、後ろの食器棚にはロック、チャイルドロックをつけるようにしたりとか、ちょっとそういう風な工夫で子どもの安全は守るようにしてます。あと私の場合はよくこのシンク、次はこの子が学校来ました。次はこの子が学校。はい、学校学校。ああ、ダメダメ、ご飯中ね。学校、ちょっと待って、ママ、ご飯作ってるから、学校じゃなくてさ。ご飯作ってんの。待って、
ってきました。まあね、本当に一人でやってる時のお昼ご飯の準備でこんなもんでございます。はい、材料切りました。今日はしらすチャーハンにするので、溶いた卵、こちら見えるかな、ネギ、しらす、冷蔵庫にいっぱいあったちょっと余ったチャーハンに合いそうなお野菜、今日は人参、アスパラ、玉ねぎをみじん切りにしました。まあね、こんな4つぐらいの野菜を毎回取れたらいいなと思って、これにプラス彩りじゃないけど横にプラスしてプチトマトだけ置きたいなと思ってます。まあね、こう子供を見ながらなんですけど、いつ中断するかわかんないので、休日のチャーハンは最高です。なんと、何が最高、何が最高かって、やっぱり冷凍ご飯って余ってくると思うんですよ。まさか1週間に余った、なになになに、今日冷凍ご飯をチンする間行くと思います。マスケナイジナシークマトマトを食べます。で、冷凍のご飯を大量にチンしました。で、準備したやつを炒めます。とりあえず炒めて終わりです。なるべく子供のものなので薄味でいきたいので、香りが良いものだったりを入れてあげると結構味見が深くなるなっていう思うので、なるべくこの中華だしのやつは優しめの化学調味料などを使用してないやつを使ったりとか、自分なりにはこだわりポイントがあるんですが、それ以上にこの油にちゃんとネギを入れて香り出しをしてからチャーハン作ると私は結構好きですね。まあ、やっぱりチャーハンってパラパラの方が美味しいじゃないですか、ね、食材を入れる順番どうしようかなっていつも悩んで、自分なりのパラパラチャーハンはネギをちょっと油で炒めまして、香りが出たなーぐらいのところですね。ニンニクとか入れたら大人は美味しいんですけど、この後ジュンジュンが習い事いたりもするので卵を入れます。で、卵を入れたらもうそのままご飯入れます。で、この時一回火は弱めます。なぜかというとご飯に卵をコーティングしたいから、ほぐしながらなるべく、あ、ちょっと深いやつ入れたかと、今日めちゃくちゃご飯重い、いい感じで卵コーティングがなされましたかね。もうここからちょっと中火かなぐらいにしてお野菜も入れてきます。お野菜としらす、うん、あ、もう食べた。で、このタイミングで中華スープの素をガポって取ると固まっちゃうんで、結構こうほぐしながら、ちょっとずつですね、味見しながら、ご飯の量によって味付けが全然違うんで、ほぐしたやつをパラパラっと少なめずつ入れます。本当は最初にお野菜に火通して出してみたいな順番でやればもっと力いらずできると思うんですけど、チャーハンの作り方って何ですかね、何だろう、自己流なのかな、これみんな、うん、ほんの少しですね、子供用の時はこのほんの少し足そうかなって感じですね。ポイントとしてはこれ大人だと食べるので私も食べるので、子供ができたら一回もう子供の分量大人にあげちゃいます。話してから食べさせたいっていうのもあるので、だんだんパラパラに火が通ってくると、パラパラにいい感じにご飯もなってくれたので返しやすいですね。美味しいです。人参にも火も通ってるし美味しいです。なので子供用だけ先にあげてきます。じゃじゃーん、子供用のチャーハンです。ちょっと大人もこの後味付けするんですけど、子供用味ちょっとお肉
ビンにしとくとこの後お腹空いた時とかに子供が食べれるので、この味付けの時のまま本当におにぎり1個分ぐらい出しています。私もこんなに食べれないので、で私用に少し味を調節します。大人はこれに、まあ、結構ガツンと味が好きだったらちょっと醤油垂らして焦がしながら、ちょっと焦がし醤油みたいな感じで味付け追加しても美味しいし、よっ甘のもいい感じかな。じゃじゃーん、できました。子供も大人も一緒に食べれるチャーハンです。お昼ご飯、休日は最強チャーハンですね。待ってね、でみんなに食べたいと思います。いただきます。いける、はい、わかった。いただきます。いただきます。あっちよ、ふうふうしょ、ふうふう、食いつき抜群です。ちょっと待って、あっち絶対あっち、ふうふうしょか、ふうふうしょ、ふうふうしょ、自分でふうふう、どうぞ、じゃあいただきます。食べよう、みんなで。いただきます。せーの、いただきます。いただきます。いただきます。頑張ります。シェフ頑張れ。でこの後、りょうくんがサッカーなのでちょっと早めのご飯だね。じゃあ、もりもり食べてください。はい。チューブにして、近くにして、本当に野菜、他の野菜食べないんですけど、チャーハンになった瞬間ご飯を食べてくれるんですよ。モイシックスの段ボールが見切れてる、生活感、そしてエコストアの柔軟剤も見切れてる。まあいっか、まあいっか、おいしい。座ってこのガッツキを、姿勢をどうにかなんないかと思うけど、ね、でも野菜に気づいた時は出すんですよ。さっきのアスパラ単体で食べたっぽくて気づいて出しました。本当はね、その野菜ごとの味知ってもらって食べるのはいいけど、もうこのイヤイヤ期入ったらそんなの言ってらんないから、食べるのを食べさせるって感じですね。おいしい、食べて。おいしい。はい、おいしいよって。ジュジュ、いっぱい食べて。いっぱい。ポッポ、ジュンコ、おやさん、おもりだっこ、ジュンコ、おなかいっぱい、食べて。そんなこんなで休日最強チャーハンを作ってみたでした。みんなでいっぱいもりもり食べようね。いっぱい食べます。いっぱい食べます。